あつ森よいです。今回は最強のマイルの稼ぎ方を紹介していきたいと思います。時間変更ありのバージョンと時間変更なしのバージョンをまとめてみました。よかったら参考にしてみてください。まず必要なものがあります。それは金道具6種類とサブアカです。金道具はフレンドにもらうとかツイッターなどで交換お願いするなど、レシピを集めることなく入手ができるので、よかったらレシピがない人はやってみてください。それでは基礎型と応用型に分けてみたので、早速見ていきましょう。さあ、基礎型から手順を見ていきましょう。必要なもの、金の道具とサバーカ、時間変更です。まずは日付を1月1日の4時56分にします。これより前でも OK です。これは誕生日のマイレージとカウントダウンのマイレージをもらうためです。あつ森をサブアカで新しく始める。データがある場合はタイトルで消しましょう。誕生日は1月1日に設定してください。で、オリエンテーション終了まで進めます。そしたら島内放送を聞いて金道具を拾い、その辺に置きます。クローゼット類で着替える。写真撮影、マイデザイン作成。そしてキャンプ設営、そして金道具のマイルを受け取ってください。マイルを受け取るときは右スティックを活用すると楽にできます。スティック上下で受け取れるマイルに瞬時に移動でき、マイレージを開いている状態ではスティックを左右にすることですぐ受け取ることが可能です。さあ、案内所に行ってタヌキ地にマイル返済とマイホーム相談で家を作ってもらいます。その後すべてのマイルを受け取ります。そしてマイル旅行券を発行し、外に置いてセーブして終了しましょう。で、ゲームのデータを消して周回していくんですが、この際に金道具を持っていると消えてしまうので、アイテム欄には注意してください。以上が基礎型でした。はい、こちらのマイレージをクリアしていきました。さあ、こっから応用型を紹介していきます。マイル旅行券、9枚ゲットできますが、必要なものが多かったり、割と準備が必要なので、ちょっと注意してください。こちらのマイレージを追加します。で、岩叩きはミスる可能性が高いので、低木と埋蔵金、固定化できているのであれば、そちらの方がいいかもしれません。まあ、スマホ10回使用するのもありです。さあ、役場の近くにフルーツ全種類の木、岩、化石を用意しましょう。フルーツを植える場所は化石が出ないように崖の裏4マスに作成します。このようにですね。で、ちなみにフルーツの実は3日でなるので、近場に植えておくことでより用意が省けます。ヤシの木は2個しかできないので2つ必要です。またスコップの耐久値に関する注意です。スコップの耐久性は普通のものとタヌキ商店のもの、どちらも100回で壊れてしまいます。で、今回この応用型で使用する回数は岩叩きでやるとノーミスで21回使用します。なので4周したら未使用品に切り替えておくといいでしょう。さて、順がこちらです。さて、手順を見ていきましょう。手順はあまり変わらないですが、5の段階で結構増えています。写真撮影、パスポート更新、マイデザイン作成、クローゼット類で着替える、しまくりで敷設、岩を8連続で叩く、化石発掘し埋める、フルーツ全種類植えて回収、
掲示板に書き込み、買取ボックスで買取です。まあ、代用可能なのが埋蔵金発掘と低木を植える、あとスマホ10回使用ですね。これが代用可能なものです。あと手順は一緒なんですが、案内所に入った後島メロと島旗変更をしてください。島旗変更をする際は同じマイデザインでもマイレージは獲得できますが、島メロはどこかの段音階を一つ上にずらしてあげないともらえないので注意してください。さああとはさっきと同じ感じでやっていきましょう。そうすると18分程度でマイル旅行券を9枚確保できます。よかったらやってみてください。さあ最後に時間変更なしのやり方です。こちらも基礎型と応用型を紹介します。基礎型は島内放送がなくなった感じですね。はい、このような手順を追ってってください。で、この方法で13分前後で5枚のマイル旅行券を獲得できます。次に応用型で、この手順に必要なものはフルーツ全種類スコップですね。で、時間変更なしなのでフルーツがなりません。なので余分に用意しておく必要があります。そこだけちょっと注意しておいてください。あとは大体一緒ですが、ちょっと省いてる部分があります。買取ボックスだったり掲示板だったり岩叩きだったりを省いています。まあ、ちょっと中途半端になりますが、8枚のマイル旅行券いけそうなんですが、ちょっと、運が絡んできたりするので、今回は7枚でやってます。さあ、15分程度でマイル旅行券7枚ゲットすることが可能なんで、時間変更ありとの違いは、カウントダウンと誕生日があるかないか、こちらの違いでだけです。こちらの利点としては、離島ガチャをしている最中に旅行券がなくなった際などに使えますので、よかったらこの方法も使ってみてください。ただ一つ思うのは、離島ガチャで住民厳選をするのはロマンであり、効率的な住民厳選は、キャンプサイトで性格を一つに絞ってやる厳選なので、そちらの方が、確実性があり、すぐ終わるかなという印象があります。根気がある方は、そっちの方がいいんじゃないかなと思うので、そっちをやってみてください。キャンプサイト厳選の場合、確実に時間変更が必要なので、離島ガチャでこの時間変更なしの方法をやると、マイル旅行券結構ゲットできるので、よかったらやってみてください。これで皆さんもね、好きなキャラゲットしてみてはいかがでしょうか。マイル旅行券で離島ガチャで推しの住民と出会えることを祈っています。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。